はい、こんばんは、村岡正則です。今日はですね、東京青区の火星に来ております。今日はですね、9月12日午前1時46分でございます。で、3時満潮に向けて中潮だったかな、の有潮なんですけど、もうほとんど上がんないゆったりした有潮ですね。数日前に台風が関東地方の近くを通って、まあ、実際関西の方行っちゃったんですけど、雨雲はね結構まとまって関東地方を通りまして、まあ、千葉県の方はかなりアップアップな感じだったんですけど、まあ、東京もそれなりまとまって降って、まあ、埼玉の方に降ったんで、それなり川の様子が良くなったんじゃないかと思ってやってきました。はい、ということで早速やっていきたいと思います。で、今日ねもう3時間ぐらいやってて、何やってたかっていうと、中米、来週からカリブ海のトリニダード・トバコってとこにタポン釣りに行くんですね。それでそれのタックルセッティングとかルアーセッティングをいろいろやっておりました。で、細かいねセッティングはまたその動画で説明しますけど、まあ、フィッシュマンの竿にタテ裏つけて、ピンのね5号6号とかでどんな感じかセッティングをルアーとね合わせたりして、いろいろ投げながらフックセッティングとね、リールとラインとバランスを取ってたんですけど、あ、そうだ、それで、まあ、1回やったんですね。1回1週間前ぐらいにやって、でその時、まあ、出した結論が一つ、やっぱノーマルハンドルだときついぞってことで、パワーハンドルに変えようってことで変えたんですね。で、まあ、自分はちょっとハンドル、リールのハンドルのチューニングを一切しない、まあ普通に台はね、リールのノーマルでほとんどやってた人間だったので、とあるメーカーさんのハンドルを買ったんですね。で、もうなんとなく検索して、あ、これが合うね、まあ、ちゃんと取り付けられるねってことだけ確認して、ポチポチっと買って、で、付けた写真をねツイッターに上げたら、まあ、結構コメントがパパパーってついたんですけど、まあ、それがちょっと意外で、まあ、要はダイソー VJ であれだけ行った村岡さんがこのハンドルとは引きますみたいな感じの米、まあ、趣旨ですね。で、最初は何のことかよく分かんなくて、どういうことって言って、まあ、ちょっといろいろ調べたら、なるほどと、あ、そういうことだったのかって感じで、まあ、全然知らなかったんです。で、まあ、面白いもんで、まあ、ダイソーのね時と一緒で、まあ、何使ってもいいんですよ。どっち使ったっていいし、何使ったっていいんだけれども、ね、で知らなければ知らないままでいいんだけれども、なんかね、面白いなと思ったのは、じゃあ自分は知ったわけですね。だから今回アンチのおかげで、アンチっていうか、まあそういうね忠告してくれた人のおかげで、とあるこう事実を知ったんですね。まあリールハンドル業界におけるいろんな事情を知って、で、なるほどなーっつって、ああって思ったら、そういえばそのリブレってメーカーのねいいハンドルがあるんですけど、それなんかは邪道のね兄貴分の藤沢さんなんかはサポートついてるっていうか、藤沢さんはねかなり主軸でやってる人の一人だと思うんですよね。だからそういう話もつながって、で、まあ、あのダイソー VJ 問題に戻るっていうか、もう戻んなくてもいいんですけど、じゃあちょっとね、この最初買ったやつを使ってますよって、では藤沢さんに言えないわけですよ。なんか言いづらくなっちゃうなっていう感じで、まあ、自分は特にこだわりはいろいろなかったんだけれども、事情を知り、自分の人間関係の中で、あ、これは、まあ、言えない、まあ、言えないならやめようって感じで、じゃあリブレも買おうって感じで、ね、買ったんですね。ただなんか受注生産らしくて、まあ、5日間かかるってんで、まあ、今日はねその最初買ったハンドルでやってるんですけど、まあ、ある意味実際の遠征にはハンドル変えていけるんで、まあ、それはね結構注目してくれた方々のおかげだったんで、まあ、むしろそれでバーンってね出て、で、自分は何にも意識もないしこだわりもないから良かったかもしれないけど、まあ、ある意味自分がねすごい親しいシャドウの藤沢さんとかが、わあ、まさちこのハンドル使うんだって思われたんだとすれば悲しいことなんで、俺の方位じゃないじゃないですか、使いましたって感じかな、中古ありがとうございましたって感じですね。はい、で、まあセッティングがねもうバッチリ出てきて、もうパワーハンドル大正解でした。これじゃないとこの野郎は負けないと。で、スピニングもセッティング出して、スピニングはですね、海外行くのでフィッシュマンのロッドの BC4 シリーズの長さにある程度合わせていきたいんで、アピアのパックロッド、ジェットランシリーズで行
こうと思いました。で 76MH とか 76M っていうねモデルがあるので、その辺のプロトを持っていくんですけど、こちらのね竿の良さについてはまたね説明したいと思いますが、これにソルティガをつけて8000です。ソルティガ8000に P55 を巻いてやってます。でルアーはね結構この野郎とかジョルティとか、まあ、ワーム系が強いんじゃないかなと。ただまあターポン30キロ40キロあるんで、フックはねこういうこの BKK のねシングルで、テールはいらないかなって、ここの強度を、まあ、一応溶接したんですけど、この継ぎ目をね、でもやっぱここで引っ張られるとちょっと弱いので、もうシングルフロント1本でターポン口硬いんで、フロントシングル1発でしっかり刺した方がバレにくいんじゃないかなと。めっちゃバレる魚って聞いてるんで、こんなねセッティングで、でもう今日そのルアーしか、この辺のルアーしか持ってきてない、あとジョルティの 45g とかしか持ってきてないんで、この辺を投げていこうと思います。ちょっと魚いるか分かんないけどね。ちなみにあのこの野郎はですね、テールフックを外すともう動きのエロさ、えげつなさが 1.72 倍ぐらい良くなります。こんな感じ、映んないかな、はい、こんな感じのね、なんともなんとも言えないめちゃくちゃ釣れる動きになりますんで、もう一つ食わせ欲しいって時、ぜひテールフック外しおすすめです。もちろんフッキングはちょっと悪くなりますけど、まあ、どっちみちね頭の方にね食いに来るケースが多いので、フロントフックがついてればかかります。いるかな、ナレージとかだったらね出そうだけど、昨日まで大分に行ってました。大分で BOSF っていうですね、別府温泉シャワーフェスティバルかな、 BOSF っていうイベントに行ってきたんですけど、まあ、あの堀江貴文さん、通称堀江門って言われてるね、堀江さんの発案、まあ、ひらめきから始まった、まあ、結構別府市もねしっかり後押ししてる大きなイベントだったんですけど、何かっていうと、まあ、別府温泉ってこう温泉の枠量、流出量がもうとんでもなく多いので、1日にたくさんのお湯をそのまま海に捨ててるそうなんですね。でそんだけ余ってるぐらい湧くんだったら、じゃあちょっとね何日か貯めて、でそれをこうミュージックフェスでもうぶっかける、ステージ前のね観客にぶっかけながらフェスをやろうじゃないかっていうイベントですね。タイのね水かけ祭りとか、あと春別府でやってますよね、そういう温泉ぶっかけ祭りみたいなね、それに近いような感じだけど、それに音楽フェス合わせてやったら絶対面白いんじゃないかっつって、でこう始まったイベントで、まあ当然ねそういうイベントが盛り上がると、まあ、観光的なパワーですよね、観光客を引っ張ってくるパワー、その別府温泉のその豊富な湯量っていうのも PR できるし、まあ当然人もいっぱい来るし、まあ当然どっかに泊まるんでたくさんのね人が別府来て、まあこれはすごい、まあ確かにめちゃくちゃいい思いつきだなと思って、こう一発目のイベント、要は映像も何もない、どんなもんかわからない頭の中だけでスタートするわけですね。で、まあ僕もいろんな事業を起こしてきて、今まで何個11個ぐらいやってきて、まあ1個2個ね失敗しましたけど、あとはなんかまあ大体うまくいったんですけど、まあそういうね、こう最初に描いた時って何にも絵がないんですよ。写真もなければ映像もない。だからもう思いついた人の頭の中にうまくいくはずだっていう思いだけで、それをねどれだけ突っ走れるかがすごい大事っていうのと、まあ、それを一回やりきって、で今度その映像とかね実際やったのがすごい楽しかったりすると、第2回はねもっと盛り上がるっていう感じで、だから自分が見たかったのはその第1回なんですよね。で、まあ、ちょっとその他いろいろ思惑とかお誘いとか事情がありまして、 VIP 席を買ったんです。なんと50万円で、50万円で買って、見てきました。感動浴びてきました。でイベント自体は、まあ、正直1ヶ月前ぐらいから告知が始まってたんで、多分認可とか開催のね、なんていうかな、やれるっていう取り付けができたのが直前だったんで、多分告知不足っていうのもあって
実際会場のね半分ぐらいしか人が入ってなくて、だから多分集客的には予想とか想定の半分もなくて、金銭的には赤字だったんじゃないかなと思ったんですけど、このフェスがどういうものであるかっていうのとか、どれだけ楽しいかっていうのを伝えるって点で言えばもう十分だったと思うんですよね。実際自分もびっちゃびちゃになって、もうステージから消防車のあの放水みたいな勢いで、シャワーなんですけど溺れるんじゃないかってぐらい浴びながら、自分は青汁王子とかエペゼンフォックスとか、 DJ クーの時は上にいたかな、リアルピースっていうなんか若い子たちがやってる時浴びながらステージのまんまいたんですけど、もうね一回全部濡れちゃうと何かが弾けんですよ、人間っていうのは。はっちゃけてきて大騒ぎして、自分はあんまりこうノリがいいタイプじゃないんですけど、そんな自分でもね何かが外れて、タガが外れて大騒ぎできて、これは楽しいっていう、もう本当に溺れるぐらい浴びるんで、さすがにこう土地一回離脱したりして、もうそういう感じでね来た人はめっちゃ楽しんでました。だから多分その映像とかがすごい出るんで、来年の告知の時はその映像をねそのまま伝えられるから、あこれだったら一回行ってみたいってなりやすいじゃないですか。だから本当にね何もそういう映像がない、なんか事前の告知でホリエモンがスタッフがバケツで水かけたのをかぶりながら宣伝してたりするぐらいしかねイメージ映像なんてなくて、その中だけでねよくやりきったなっていう、さすがだなっていう、ビジネスマンとしてのねめっちゃ勉強になったりしたとこもあるし、自分もこれからそういうちょっと一般の人、今までねブルブルも釣り人っていうね一般の人で、まあ、それまでのこう自分がやってきた事業は B2B っつって会社対会社のね仕事が多かったんですけど、ちょっと個人相手にやってみたいと思ってブルブルやって、で今度またね今新しい事業いくつかやって、それは本当に釣り人っていうんじゃなくて、もういわゆる世の中の人向け本当の B2C挑戦してみたいなと思ってやってるんですけど、だからすごい勉強になったし刺激になりました。で VIP 席の顔ぶれもすごくて、もう YouTube で見たことがある人だらけでしたね。でちょっとうるさいのであまりこう込み入った話はできないんだけど、まあ、せっかく来たんでと思っていろんな人にちょっと話しかけて、陰キャな私が銀行さんが、ね、主催する経営者パーティーとかに、まあ、たまに行くんですけど、基本ねもう壁の花ですよ。壁に立って、まあ、つまんない顔するのは失礼なんで、なんとかね口角上げて謎の微笑みを浮かべて壁際に立ってるっていう、まあ、そんなのが、ね、いつもの自分なんですけど、まあ、面白いなと思ったのは、今回ねその自分が払った参加費席代が50万円だったので、50万円で壁の花で帰ってきたらなんかこれはさすがに悔しいだけと思って、勇気が出てくるんですよね。まあ別に元取るとかじゃないけど、やっぱせっかくそれだけのチャンスをもらって、まあやっぱ会社のねお金でみんなで稼いだお金使っていけるわけですから、トップとしてねやるべきことやろうと思って、まあもう有名な人にもう臆せず声かけて、エペゼンフォックスの DJ の人たちとも話したり、それぞれね話したり、あと N 国党の立花さんとも話したり、箕輪康介さんってあの天才編集者箕輪康介さんと話したり、まあちょっと挨拶ぐらいでしたけど青汁王子と話したり、楽しかったです。でなんかちょっとミーハー心も出てきて、まあビジネスマンの人はなんかね一緒に写真撮ってくださいっていうのは好きじゃないというか、どうなんだろうなと思ってたんで頼まなかったんですけど、エペゼンフォックスの DJ の丸くんとかはなんかいろんな人に声かけられては写真撮ってたんで、あ自分も撮ってもらおうと思って、自分も声かけて一緒に写真を撮ったんですね。で撮った時に、まあ、写真いいですかっつって、あいいですよっつって、でじゃあお願いしますってスタッフの人に撮ってもらったんですけど、で撮ってもらってありがとうございましたっつった後に、なんかそれまでの、まあ、YouTube とかで知ってた彼、まあ、ほとんど何も知らないんですけど、名前しか知らないんですけど、
めっちゃ感度が上がって、わあなんかこんないい対応してもらって、やべえ俺大この人のファンだったみたいなことを思ったんですよね。でふって思ったのは、ああそれはね、普段フィッシングショーとかで自分がねファンの人とかに写真撮ってくださいって言われて、まあそこそ1年で何人だろう、もう1000人1000とか2000人とねそうやって写真撮るわけですが、あこういう風に思ってもらえるんだなっていう、撮る前と撮った後でこんな変わったり、なんだろう、なんかめちゃくちゃいろんな発見がありました。初めてそんな感覚になったんですね。でなんか実際自分も撮ってもらいながら、まあ、確かにあのこう自分の前に来るそのファンの人たちの緊張っていうのは分からなくはないんですけど、まあなんか そこまで緊張しないでもいいのにと思ったり、まあ、撮った後のなんかこうめっちゃテンション上がって、よくカップルなんかだと2人で両手つなげてよかったねみたいになってるのが分かるようで、自分にはその感覚がなかったんですけど初めて思ったんですよ、レペゼンフォックスで。でもう誰かいたらよかったねってやりたいぐらい、うわ嬉しいみたいになって、で思ったのは、あもっと俺も撮ってもらうとき、もっとこの時間を大切に使いたいなって思いました。はい、いつもちゃんと一生懸命やってるっていうのかな、まあ、ショーだと自分がね1日200人300人と写真撮ると、まあ、それだんだん疲れてくるんですけれども、でもねやっと自分を見つけ出して並んだりしてね、自分の前に現れた人にとってはその日のね一番のそのチャンスなわけですから、自分がそれは何人目だろうが関係ないわけで、それ分かってるからちゃんとやるんですけど、もっともっとやった方がいいなって、こんなに感動してもらえるんだなって自分の経験で思った次第です。おっ、あれった、もう分かった。ちょっと俺巻くの早かったね、喋りながらだから。結構でかかったぞ、さっぱが入ってますね。はい、でそんなわけでね、まあ、収穫のなんか大いに気づきとか、いろんな収穫のあったねロイター行きました。で次の日はいそいそっていう別府に、まあ、たった一つこういろり焼きができるような海鮮居酒屋みたいなのが別府の外れぐらいかなにあるんですけど、まあ、そこにね行って、でそこのねお店やってる社長で片田さんって人がいるんですけど、まあその人は、まあ、10年前ぐらいまで東京にいたんですけど、もうめちゃくちゃ可愛がってくれて、どっちかといえばちょっと悪い遊び側だったんですけど、めちゃくちゃ可愛がってくれて、本当にね楽しい兄貴分だったんですね。9年前突然、まあ、ちょっと大分ででかいビジネスやるっていうのに大分で住んじゃって、そこから9年ぶり会ったんですけど、なんか変わらずね、まあ、相変わらずやっぱりとんでもないそのバイタリティと行動力で着実にねその別府で足場作ってて、いやすごいなって、まあ最初湯布院行って湯布院の地震あって、なかなかね結構話聞いたら苦労する展開だったんですけど、全然負けないし全部乗り越えてねもっとでかくなって、まあ、自分がめちゃくちゃ尊敬する人だったんで、そんな人にねまた久々会えたのも大きな刺激になって、まあ、いろいろパワーとして置いたから帰ってきました。札幌の時はね忍者りもいいです、ボートっていうよりはおかっぱりで忍者りが本当にいいですね。忍者りのチャンチャンチャンって飛ぶのも夜でも全然大丈夫で、まあ、真っ暗だとちょっと弱いけど、こういう橋明かりの下とかをね忍者り飛ばすのすごい強いですね。ダメか、ワンバイト180があるけど絶対違うだろうしな。ウルティが8000の巻きスピードがいまいち分かってないですよね。この野郎で合わせてるけど結構早いんだと思うな。ちょっと喋りながらやってた時間にだいぶ早巻きで擦れさせちゃいましたかね。うわー乗んない、うわーでかかった、いいバイト、でかいのいるな。境目出てきてからだな今。あー残念、やっぱシングル1個はちょっと乗りが悪いですからね。食らえただけかな、強烈に持ってくぐらいのねバイトでしたけどね。バイトばっかりだったらやだな。でも絶対
なんかいろんな人の映像見てもバンバンバレるんですよね。でトレブルつけてる人が多いんですけど、それはフッティングはしやすいんですけど、ただでさえ硬い口に針3つ刺すってものすごいパワーがいるんで、それで刺さりきってないでバレてんのかなって。で釣れてても結構サンゼルぐらいのね、どでかいトレブルフックが伸びてたりして、だからそれも針先までしか刺さってないんですよね。だからなんかシングルでかけた方が確実にねかかって取れるのかなと思ったんですけど、バイトだけだとちょっとそれはそれで自信がなくなってきますね。まあ、この野郎の動きはシングルの方がはるかによく動くし、テール外すとさらに良くなるんで、まあ別にターポンに限らずこうチューニングができるんですけど、ここにいろんな重りですね、こういう重りを重さごとにつけて、そうすると全然違うレンジを引けるんで、もう一回食ってくれ。これにかかってないから食いそうですけどね。ルアーを変えます。はい、ルアーを変えます。この野郎ですね、まあカラーチェンジですかね。で 7g のタンゴステンつけたやつで、これでちょっとやってみたいと思います。これもフロントフックだけです。カラーがナチュラル系になったんで、ちょっと食いが良くなるんじゃないかと思ったんだけど、タトゥーラーいいですね。とても投げやすい、ファーミングもしやすいし、この大きなベイトをビュンと投げた時のなんか安定感いいですね。おー食ったー、おー食ったー。うわー、やっぱシングル一発じゃこうダメかな。3発3の0、1メーター2メーターの間ぐらいですかね。おかしい、分かんないか。いやいいね、多分1メーター以上潜ってるような気がするな。前後針ついてるのが1個だけあります。ここのシーバスはトレブルでもいいんですけど、ターポンやっぱ30キロですからね、この野郎の1番だったかな、2番だったかな、トレブルだと取れないと思うんですよね。だからやっぱりシングル罰かなって思ったんだそうだ。いやーでも始まってますね、この弱い味潮でこれだけ魚がついて、この野郎も3発ですからね。多分アイザーとかその辺流し入れたらすぐ出そう。また明日来てみようかな。もう満潮寸前でほとんど流れなくなっちゃった。もう秋の空ですね。夜でもね本当に顔ベッタベタなる毎日でしたけど、ようやく全然不快じゃなく釣りが楽しめる時期になってきました。もう一息ですよ。まだ日中はね33度とか4度とか、まあ、今年の真夏日79日目なんて今日昼間ニュースでやってたんで、観測史上一番のね夏だったようですね今年。あと5日か6日真夏日がありそうだっつってて、東京で80何日真夏日30度以上っていうことらしいですね。あ、思い出した、そうだ、なんでこんなカメラ回してる時思い出した、花粉症の時期自分は結構花粉から逃げるためにあちこち行って、花粉のない国行って花粉の時期をやり過ごそうとしたんだけど、今年結局全然ダメで、その帰ってきた東京の数日でやられまくったんですよね。でもう逃げるっていう作戦じゃなくて、ちゃんと夏からベロのね下にそのアレルギー成分を1日1滴入れてこうやっていくと、来年の春症状が劇的に改善する舌下除療法っていうのか、それをやろうって思ってたので忘れてた。いやこの夏はもうなんか花粉の時期も逃げないとだけど、夏もどっか涼しいとこ行きたいよねって言おうと思ったら思い出しました。明日耳鼻科に行って、あれはどこでも売ってるもんではなさそうだから、よし、あー4発目やっぱりかかんないな、入ったな。前後つけるかな。あ、ちなみに竿にまだコルクにビニール貼ってて、
買った時のまんま、あの新車のねシートのビニール剥がしてない。いやいや、はず。おお、来た来た。よしよしよし。おお、来た来た。よしよしよし。来た来た。びっくり。今エレキを操作しようと思ったら、あー、ドラムがきつい。めった。おーおーおお、いいサイズ。シングル1本。テール1本みたいな感じ。おー、やばいな。ハも入れるよね。めっちゃ顔が入るな。あー、でもかかりそんなに深くないな。そこばかりです。やべー。楽しい。よいしょー。取った。やっぱこんなサイズがいるんだ。あー、こうかかってたんだ。危ねえ、外掛かり。でも硬いとこだ。さすがカバーブレスです。まあ70ですけど、くぅ、しびれる、しびれる一本だぜ。この野郎、止めてたら食いましたね。今ちょっとエレキを操作しようと思って、そのまま境目付近で止めてハンドルから離してたらゴッと、と多分昔釣られて口周りが変形してますが、70オーバーでございます。ズーンと、うーんと、まあ測ってないけど多分ちょうどジャストか68ってとこかな。じゃあな、止めれた。楽しい一本だったな。5発食って一発ちょっと怖いな。どうしようかな。テールを移植してみるか。うん、もうちょい、ちょっともうちょい、6の2になればね、また変わるか。ベイトタックルはダイレクト感がいいですね。今もゴンってきて、めがかったかのような。この野郎だからね。なんで外からかかったんだろうな。重りつけてるから、止めると沈んでくるんですよね。ちょっと頭下がりで。このホールで食ったんですね。あ、潮止まり。今、3時ですね。3時満潮。まさに3時ジャストです。あ、言われてみると眠くなってきた。なんかあと1匹ぐらい。状況悪くないんでね。いやー、でも5発 ?5 発食ったら楽しいね。全部でかかったです。70以上あるような。2発目かな ?80 あってもいいぐらいの、とんでもない、ってバイトでしたけどね。この野郎はサイズがでかいんで、でかいの連れてきますよね。あとワームだから、本当も生めかし動きして。ぜひね、テールフック外してみるとアクションが 1.5 倍ぐらい良くなるんで、その代わりフッキングが 1.5 倍ぐらい悪くなりますね。でフロントも外すとさらにねアクションが良くなるし。よし、じゃあ終わりにしましょうかね。じゃあ5倍と1本ってことで終わりになりました。あ、でこれでもう一回細かいとこ爪にもう一回来て、それでタックルハンドル変えてタックル組んで終わりですかね。今日はこいつでドンとかっこいいのが釣れました。重り付き、この野郎 7g セットした針は20だったかな。 PKK のねシングル1本で釣れました。かっこいい、サムネにしたぐらい。はい、ということで今日の釣行終わります。お疲れ様でした。